Thank you.
こんばんは。困った。木戸さん。本日は、お越しいただきましてありがとうございます。上野山エリバンドです。中目黒楽屋さんでは、もう何度もやらせていただいておりますけれども、年内今日はねラストということで、素敵なゲストもお迎えしておりますので、そちらも楽しみにしていただけたらと思いますが、まずは、エリバンドの4人で、聞いてください。はい、メンバーを素晴らしいメンバーを紹介します。ドラム山内陽一郎そしてベース岡田二郎で、ギター木戸夏樹ピアノは上野山入りです年末のお忙しい中、お越しいただいて本当にありがとうございます。朝からねすんごい寒くて雨がしと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 降って、で、雨珍しいなと思ってて、割と、ツアーに行った時もねすごいずっといいお天気だったし、別に晴れ女ですって自慢してるわけじゃないんですけど、割とお天気がねいつもいいことが多かったので、あ珍しいなと思ってたら、夕方からねバーって晴れてきて、あなんかやっぱ晴れると嬉しいな、単純なもんで嬉しいなと思いつつも、ね、そんな寒い中ですけれども、クリスマスがね近くて、ここに素敵なクリスマスリースがあるんですけど、これって多分私にしか見えない位置になっちゃってますよね。普段は多分ピアノがもうちょっとこの辺にあるからちょうどいい位置にキラキラのクリスマスリースがなんですけど、このバンドの場合はこうねイレギュラーにピアノを真ん中に置いてもらうので、ここにこう多分私と山内くんだけが楽しんでいる素敵な、なんか素敵なクリスマスリースがあって、ね、もう来週がクリスマスということで、まあ、クリスマスといえば、まあ、羊かなと思って、なんか関係あるかフロック・オブ・ザ・シープという曲を、冒頭にお送りしました。なんか関係ありますよね。よく巻き人羊よとか、ほらなんかクリスマスの、イエス・キリストが生まれた時に隣に羊がいたんだ、羊小屋で生まれたんですよね。あれ噂が、うん、噂がそうそうあれなんか違う、馬小屋か。あでも大体挿絵に隣に羊がいるんですよ。そうで、なんかねクリス巻き人羊よっていうクリスマスの曲が、ね、あったり、あれまあまあなんか私の中でクリスマスだから羊の曲をちょっと一番最初に持ってこようと思ったんですけど、あんまり関係なかったかな。それはともかく、フロックオブシープという、おなじみの曲を、冒頭に聴いていただきました。では次の曲、もう1曲だけ、4人で演奏します。次はスモールアワーズという、夜中の2時3時の時間帯にこう、ね、羊を数えたくなるぐらいこう眠れない、こうギンギンにさえ渡ってるようなイメージで書いた曲です。聴いてください。Thank you.
ゲストを早速お呼びしたいと思います。伊藤大輔さん。Da-d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 a
ドド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 ド
さドド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 すごいですね。すごいグループですよね。いや相変わらず久しぶりにこうして私がすごいですいやもちろん皆さんも私もすごいんですけどねいや本当すごい人です。すごいですね。やっぱり下で聞いててもう上がってきたくなくなりますもんね。やっぱりね。でも上がってきましたね。上がってきましたね仕事ですからね。そこはやっぱね、上がらないとね。いや良かったです。上がってきていただかないともう今日はいていただかないと。そうですか、はい、そうですかね、はい、いてもいいですかね。改めてあの素晴らしいボーカルのボイスって言った方がいいですか。なんでもいいですよ。ボイスパフォーマー何でも何とでも声の魔術師、ね、伊藤大輔いかがわしい声の魔術師っていうのはいかがわしいキャッチコピーですよね。まあいかがわしくはなくない。何でもできるわけじゃないですからね。ああそうか、よくでもなんか魔術師って言っとけばね、うんうん、あるあるそういう ね、 なんかすごそうな感じが、はい、うんうんうん、いや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 、でもね本当に魔術師じゃないかと思う時がありますね。そうですか、はい、魔術師って言えないんですけどね。魔術師ね。魔術師エリさん相変わらずですね、はい、なんか今日ねすいません、もうちょっとね、キャラクターがやっぱりいいですよね。 ありがとうございます。魔術師ですかね。クリスマスといえば羊っていう羊、え、違いますか。あんまりピンとこなかったんですけど下で違います。聞いててあれおかしいな。そうなんですか。七面鳥じゃないの。あ、七面鳥か。私食べ物のに行っちゃうんですけど、つい羊好きですけどね。でもなんか確か、うん、だいたいキリストの横にこう羊いません。あんまりキリストの横に羊なんかこうギャーって生まれた羊の、こういうだ馬小屋でしょ生まれたのは。馬小屋だけどなんかでも羊がすごい場違い感がありますねそこに羊がいるというのは。そうか、なんかそういうイメージがあるんです か、 ね。分かんない。僕もその全然詳しくないんでね、イエス様の話はそうですね、失礼しました。いやでも人それぞれですから、うん、クリスマスっていうのはクリスマスというね、ね、はい、エリさんにとってのクリスマスは羊っていうもう近いですねクリスマス本当にね、本当にクリスマスも近く、なんか急に年末感がやってきましたけども、はい、本当ですね、うん、で全然クリスマスじゃない曲でしたね。クリスマスじゃない曲今の曲は。そうです、ね、気持ちの悪い曲です。申し訳ありませんね。私の曲なんをやっていただくっていうのもすごい光栄なんですけども、今の曲は藤大輔さんの曲でビリジアンビリジアンモードモードというね、ビリジアンってあの色の、そうです、深緑っていうんですかね、色の名前でございます。色の名前ですね、うん、今日は広がらないんですね、そこからはごめんなさい、ちょっと興味はあるのかなと思ったんですが、ビリジアンそんなことない。ビリジアンいい色です。いいですよね、はい、興味がないのかなと思っ興味があるのかなと思ったって言ったら、うん、あそんなことないですって今おっしゃったんで、そうか、それを否定するってことなんですね。そうそう、興味ありますよ日本乾いてるな言葉が今の日本語って難しいですよね。難しいですね。難しい、気をつけないとね、はい、ありがとうございます。でも前回も、うん、あの初めてこのバンドで、はい、この、うん、あのエリさんとはねご縁がちょっと前からあったんですけど、はい、うんうん、上野山エリバンドの皆さんとしては、あれ市川ですよね。市川でご一緒したのが、元八幡です。うん、あの市川市、はい、そう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 、あ市川、細かいですねごめんなさい、最寄りで言わないといけなかったですか。そうか、いやなんか最寄り、ね、元八幡っていうイメージがすごい強くて、そうそう、元八幡はね最寄りなんですよね駅的には確かにね、市川市ですよ。でもここの中目黒楽屋さんで、はい、このエリ
バンドと伊藤大輔さんっていうのはなんかすごく嬉しいですね、はい、なんか伊藤大輔さんにとっても結構ホーム的な感じじゃないですか。そう、だいぶいろんな形でお世話になっているのでね、うん、ありがたいんですけどもね、いつもね。私もやっぱりあの中目黒楽屋さんでこのグループがまあ誕生したようなもんなんで。そうなんだ。そうなんです。でレコ発もここでやらせてもらったし、はい、だからなんかあの あのもちろん元八幡をあのこうどうこう言ってるわけじゃないですけど、ね、あれがもうあったからこその今回なんですけど、そうです。なんかこうすごくあの今日は、ね、嬉しいなと思っております。いやだから2度目ましてなんでね、はい、あの楽しみにしてまいりましたけども、うん、いやもう僕の曲やっていただけるのもありがたいんですが、やっぱエリさんの曲が僕すごい好きなので。 ありがとうございます。あのご一緒できるのはすごく楽しみなんですけど、今日もなんかこうね半分苦しみながらやっていただいてあの ね、ですよね。前すごい前もって送ってくれればそんなに苦しまないんですから。いやもう本当ごめんなさい、ね、直前に送るから苦しむんですから。本当ごめんなさいですね。いいんですけどね、あの今日はね、こう事前にも言ってるこうねあの新しい歌があるんですけど、それはちょっと2部のお楽しみで。そうですね、今からやるのはあの多分一番長く歌っていただいてる曲でそう、ね、あの初共演の時に持ってきてくださったんですよね。そうです、はい、エリさんがね、うん、で元は女性が歌っているんでしたっけ。はい、初めて歌ってもらったのは女性の方で、うん、でアルバムに入れるにあたってあのこうなんか意外とこれは伊藤大輔さんに歌ってもらうとすごくなんていうのかな素敵なんじゃないかと思って、アルバムにも収録してるんですけど、はい、さっきのねあの羊ですよあれですよ、うん、眠れない夜にはあれを数える、なんかちょっと不眠症のアルバムみたいに なってるんですけど、あのアルバムがね羊がいっぱいいて、で歌詞が眠れない夜にと書いてあるから、あの断っておくと毎晩ぐっすり眠っております。よそうですね、あんまり不眠症のイメージないですけれども、れ気がついたらすっと寝て られそうなイメージですけどもね、でも、たまに眠れない夜はやっぱあるんですよ。そうですか、うん、でそれで、ね、なんか眠れない夜は羊を数えてじゃなくてっていう曲じゃないですよね、うん、これはね、はい、まあ、クリスマスにもなんかぴったりじゃないかと思うんで、あ、何でも今日は全てクリスマスになんとかちなんでいこうってことですね、はい、でもそうかもね、ぴったりかも、うん、願いをかけるみたいな歌詞がありますから、はい、ね、じゃあ、クリスマスシーな曲をクリスマスシーこれはじゃあちょっとデュオで、はい、エリさんと2人で思います、はい、では聴いてください、作詞作曲初めてした曲です、眠れない夜に。眠れない夜は星を数えて、一つ歌を作る、言葉溢れてとろけそうな月がそっとささやく、あなたの願い事話してごらん、それは今遥か彼方光ってるあの星よりもっと強く輝く音を奏でたい。たくさん星が励ましてくれる、あなたの願い事きっと叶うよ。
掴みたたくさんの星たちが流れるのをまるで空が嬉しい涙流してるみたいに泣きたい夜は心の奥にあの日の流れ星流して眠ろう眠れない夜に作った歌が流れ星に乗って届きますように人がすごいいい人になったみたいな感じですけどね本当にすごくねこう自分でもちょっとなんていうのかな歌詞ってやっぱりちょっと恥ずかしい気分だったりもするんですけれどもなんか人に歌ってもらってしまうとすごくこうなんかな気持ちが入り込めるというかなんか恥ずかしくて言えないようなことも歌に乗せちゃうとなんかねエリさんは歌ったりはしないんですか？ご自身が。お自身はね、お自身。お自身は、おうおうおうお自身はまあ斬新な言い方でしたけど、はい。そうですね。まあちょっとカラオケで楽しく歌うぐらいですかね。ちなみにどんな曲歌うんですか？うん、おはこは何ですか？今でも長いこと言ってないですね。あれっていう、何を歌われるんですか？宮古晴美さんとか。宮古晴美さんは歌わないな。なんか近いとこですか？いや。長いこと言ってないですあれでもねたまに天地真理さんとか合いそうですねなんだっけ歌のサポートとかで、はい、ハモリをしなきゃいけない場があったりとかで ありますよねピアニストさんで、うん、ピアノ弾きながら、はい、そういうところで、まあ、歌ったりとかはあったりとかだからそのなんていうのかな人の裏でハモったりするのはやったりしますけど弾き語りとかもされてみてはいかがですか？そう、そのうちねやってみたいなとは思うんですけど、素敵と思いますけど、声がねちょっとあんまり自分でなんか違うなって思って、そのうちこう死ぬまでにはやるかもしれません。そうなるともう全部自分で歌ったりとかしてね、こうそうですよ。ね、ファンの方はそれも、それはそれで期待されてるかもしれないですね。まあね、さっきねなんだっけ羊のね、うん、歌とかも弾き語りで、はい、あじゃあこうやってそう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 やりますか。ドゥ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 、そうそう、バカにしてます僕のこと。してませんしてません。ドゥ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 、大丈夫ですか？気をつけないと。え、ドゥドゥドゥ、そんな簡単にできないですよ。ドゥドゥドゥは。いやいやいや、とんでもないです。もういやいや、それ聞きたいですね、エリさんの弾き語りも。性がね、はい、いや、ドゥドゥンドゥンやります。じゃあ最後は、いやいや、ドゥドゥンドゥンな曲を。珍しく今日はすごいいじめられてますね。そうですか。慣れたのかもね、僕がエリさんにね。そうかもしれないですね。だんだん甘えてるのかもしれませんけれどもね。最初はちょっと気を使ってましたけどもね。なんか珍しい図式だなと思って。図式
ね、ごめんなさいね、もうついね、いじってしまうんですけれどもね、ありがとうございます。一部最後はそのドゥドゥンドゥン寄りの曲ですね。ドゥドゥンドゥン寄りの曲で、これが元々 の、はい、伊藤大輔さんとの出会い で、だ共演する前ですもんね、うん、レコーディングだけ誘っていただいて、はい、今でこそ遠隔レコーディングみたいなのがね、はい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 、この2年ですごい当たり前になったんですけれども、うん、まだ、まあ、10年ぐらい前ですかね、もう、うん、ファーストアルバムを作った時に、はい、オルキヌスオルカっていう曲なんですけれども、その時ピアノトリオで、録音してて、はい、で貝沼雅俊さんってパーカッションと矢島裕二さん、うん、どちらも素晴らしい先輩方なんですけど、でこのオルキヌスオルカを録音して、でなんかすごくここにスキャットボーカルを入れたいって言って、ずっとその歌ってもらう人を探してて、うん、でその時に矢島裕二さんが、はい、ちょうどトニーキャンベルさんっていうトニーキャンベル、はい、うん、グループで大輔さんと共演されてて、はい、で彼はどうかなって言って紹介してくださった、聞きに来てくださったんですよね、はい、一度ね、うん、でボディ&ソウルだったと思うんですけど、はい、聞きに行って、その時にぶったまげて、こんな声の魔術師がいるんだって言ってた、思って、声の魔術師、そう、それでお願いして、もうでも録音してあった後なので、はい、そこにこう今いわゆる今のリモートですけどね、うん、そうでしたね、音を重ねてもらって、はい、でそっからもう10年とか、そうだね、実際に共演する機会がずっとこうすれ違い続けて、そうでしたね、なかなかなかったんですけれども、こうやってライブでまたね、いやもうできる嬉しいですよ、機会があって、うん、本当にこれを機に来年もぜひね、ぜひ呼んでいただきたいと思います、はい、私はぜひよろしくお願いします。まだ終わりじゃないんだけどねなんかやっぱり改めてすごくありがたい、うん、楽しい機会だなと思ってリハーサルの時から、そう言っていただけて嬉しいです。もう懲りたって終わった頃にはね言われない、今のところ大丈夫です、はいはいはい、では、この曲をやって、ちょっと休憩をいただいてセカンド入っていきます。でちょっと今日は言うの忘れてましたけど、YouTube で中目黒リアクヤチャンネル YouTube でやってますので、配信なので、はい、そちらもねぜひ楽しんでください。では一部最後に、オルキヌスオルカ聞いてください。Thank you.
うございました、伊藤大輔、木戸夏樹ギター、岡田二郎ベースドラム山内陽一郎で、ピアノは上野山恵美でした、少し休憩をいただきます、2部もぜひお楽しみください。ありがとうございました。
皆様お待たせをいたしました。今日は上野山エリーバンドライブにようこそお越しください、セカンドステージを始める前にというか今から始まるんですけれども、ぜひ大輔さんにも何か一曲、曲をね持ってきてくださいというふうに言っていただいて、結果ソロで演奏するということになりました。斬新ですね。あんまり僕も初めてかな、さすがゲストで一人で演奏するというのは初めてなんですが、まあいい、それはそれでありがたいなと思っておりますけれどもね、皆さんこの後 もちろんねお迎えするんですけども、一曲、ソロで聴いていただこうと思います。もう15年ぐらいかれこれもっとかな、ソロの演奏というのを実はやってまして今アルバムをちょうどね作ったところで、それは来年の4月に発売なんで、まだ少しね発売まではあるんですけど、初めて聞いてくださる方もいるかもしれないんですが、足元にちょっとしたね機械を置いてまして、それを使って今日演奏するんですけど、まあループマシーンとかね言ったりするんですが、まあご存知の方も多いかもしれません。こういうものボタンがついてまして、これを踏むと声が録音されると、機械の中にね、これを踏むと声が録音されると、この感じで、でさらにその上にこうハモったりとか、重ねて取っていくことができるわけですね。で今ちょうど録音が続いている状態ですから、最初に踏んだところから次に踏んだところまでをこう繰り返すっていう、そのループマシーンっていう、まあこう一体どのくらいまで取れるのかっていうのよく聞かれるんですけどね、こう実は無限にこう取ることができると、だんだんこうしてこれシャッフルとかだんだんから取ってきてるんですね、こういう機会でございました。取って重ねて歌うという、まあ、それだけなんですけど、ちょっとこれを使ってですね一曲やってみたいと思うんですが、まあエリさんのバンドはすごくなんていうかこう純度の高いオリジナル曲が多いので、ちょっと箸休め的に僕のまあいろんな音楽好きですけども、ルーツの一つであるブラックミュージックの、まあ有名な曲をですね一曲ちょっとやってみようかなと思います。スティービーワンダーでございますね。えもうあらゆるジャンルに影響を及ぼしている人だと思うんですが、彼の割と古いレパートリーをちょっとこのループマシン用にアレンジをしたものがありまして、では私のソロ1曲お送りしたいと思います。ドンデツドンデンデドンデドンデツドンデリュドンデドンデツドンデンデドンデドンデツドンデリュドンデドンデツドンデンデドンデツドンデリュドンデドンデンデドンデツドンデリュド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 ンデドンデツLet us bow to fall. Setting months on baby broke the looking glass. Seven years of bad luck. The things in your past. When you believe in things, don't understand and you suffer.Superstition in the way. Very superstitious. Wash your face and hands. Rid me of the problems. Do all that you can.Keeping in the daydreams, keep me going strong. You don't wanna save me. Sad is my song. When you believe in things, don't understand and you suffer.Superstition in the way. Say,
しました。それでは岡田次郎さん、山内陽一郎くん、はい、順番に上名前恵里さん、そして木戸夏樹さんでございます。一曲ソロで聴いていただきましたけどね、いよいよ次はあの曲という感じです。いや素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。というかね、自分のリーダーバンドで、はい、こんなに野放しに行こうかのゲストを、まあ、リーダーっていうのはそういうものですからね。すごいこう、なんかね、新しい気分を味わって、新しい気分ね、なんていうの、こういいのかな、なんかすごいいいのかなっていう気持ちとともに、なんかすごいこう新しい、なんかいいんで、良かったですか。いや大丈夫ですか。リーダーですから、うん、なんか好きなように最初本当は命令していいじゃないですか。もしかして一緒に出てきて、うん、司会者のようにではお聞きくださいって言って去っていくのを想像したんですけどちょっと変だなと思って。そうですね、すいません、本当にいいんです、いいんです、私は自立していますから。改めて伊藤大輔、伊藤大輔でございます。そして、ギター木戸夏樹で、ベース岡田次郎で、ドラム山内陽一郎、ピアノ上野山井です。はい、で今日の、メインと、メインって言ったら全部メインですけど、新しく、はい、これをちょっとね楽しみに、楽しみ&ドキドキで、フロートっていう、今年の4月に書いた曲なんですけど、これインストで、ずっとねやってたんですけど、コロナ禍に、なかなかこうなんていうのかな、こう人と触れ合えない時期がやっぱ2年も続いて、うん、でなんかすごくそういう時に、たまたまそのこといろんな言葉がこう、はい、そのままこうなんかメロディーに乗ってポロポロ浮かんできて、うん、でそれで、あ、これ最後までちょっと歌を作ってみようかなと思って、で最初の方はねあったんですけど、なかなか最後の方まで仕上がらなくて、うん、それでさっき言ってたみたいになかなかギリギリになったもんで、大変な思いをさせてしまったんですけど、しょうがないですからね、うん、そればっかりはね。でもまあすごくね、伊藤大輔さんの声で歌ってもらうイメージがなんかすごく、そういうのはね嬉しいんですよ、歌い手的にはね、うん、光栄です。それでもう念願かなって今日
初演いたします、はい、それで日本語のね、いろんな言葉がこうずっと続くんですけど、最後の方に皆さんにお手元に配ってる英語の、これまあ初挑戦だったんですけど、はい、結構いい感じにできたかなって思ってて、うんうん、よく最後の方にみんなで一緒に歌いましょうっていう、こうなんか英語でみんなで歌うコーナーがあったりするんですけど、それをイメージしてて、で、そのね、ちょっと難しいかもしれないんですけど、これは大変じゃないですかね、うん、大変かもね。でもとてもなんかいい詩だなって自分でも思ったんで、はい、なんかもし難しかったらラララでもいいので、そうですね、この言葉を共有してもらえたら嬉しいなと思って、うん、で配信をご覧の皆さんにも今日なんか Facebook とか Twitter とかで一応この歌詞を上げてるので、はい、よかったら、でここの会場ではなんか今のご時世ちょっとマスクの下でね、うん、そっと歌う感じにあんまり大声出せないかもしれないけど、配信の方はもしよかったらお家で一人で声上げて、ね、もし歌っていただけたりとかしたら嬉しいなと思ってます。 でこの出てくるのが最後の方なんですけど、はい、ここ先ちょっとやっと、まあいいか、もうぶっつけで皆さんも多分ねだいぶもう諦めてらっしゃるような気がしますよ。諦めてらっしゃるね。でも一応でもね、うん、中にはいや英語で歌いたいという方もいらっしゃるかもしれないんで、うん、練習します。じゃあ一回そこだけちょっと最後の方に出てくる、ね、英語ですからね、ちょっとね、じゃあちょっと一回、はい、こういう、はい、Rainy days, sunny daysAnd the lonely stormy nights Beyond the sea, crossing the sky And the baby on the rainbow そうだね、 Have a touch, take a hand With all lives on the earth With the love of a love You guys, let's sing aloud っていうフレーズです、はい、難しい。もう我々すらたどたどしいでしかもね、女性の声だと最後の You guys, let's sing ちょっと高いんだよね、上がるの You guys ってなっちゃうから、はい、ちょっと いろいろちょっとね、まあしょうがないなって Rainy days, sunny days And lonely stormy nights 素晴らしいな、Beyond the sea, crossing the sky I'm dreaming of the rainbow Hug and touch, take your hand With all lives on the earthWith the love of a lap You guys, let's sing aloud まあ、ラララでもね、ラララでもいいラララ、はい、雨の日も風の日も一人ぼっちの嵐の日も、うん、なんだこれ、海を越えて、空を越える虹の夢を見ている、うん、見ようで抱き合って触れ合って手を取って全ての生き物と共に愛をも込めて重なって、さあみんなで歌おう、はい、うん、っていう歌詞です。直訳。これだから途中で私合図しますんで、はい、ここから皆さんどうぞというふうに、はい、どうなるんでしょうね。ね、ではドキドキ。まあ、ラララでも全然嬉しいですよ、これはね。うん、じゃあ。いいですか。いいですか。もう僕らがすごいドキドキ、初演なんでね、してるんですけど。うん、じゃあでは行きますか、はい、フロートという曲を聴いてください、お送りします。抱き合って触れ合って喜び合いたい、近づいて向き合って声上げて歌いたい、手を取って寄り添って一緒にいたい、重なってつながって笑いたい、雪が溶け待ちわびた桜の花咲く、雨降って日が照って山が赤く染まって、過ぎ去って遠ざかって消えてゆく声、飛べない鳥澄んだ空、あの頃夢見たガラスの靴を履いて空を海を
味わって交わって語り合いたい、こだわってぶつかって肌で感じていれたら、高まってみなぎって震わせる心、閉じ込められた微笑み。 Rainy days, sunny days and a long and lonely night, beyond the sea, crossing the sky, I'm dreaming of the rainbow. Hug and touch, take your hand, I wanna be with you. Face to face, a full of smile, with people all over the world. Face to face, full of smile, with people all over.
危ない感じでここまでやってまいりましたけどもね、ここからでございます。皆さん大丈夫ですか？画面の向こうの皆さんもですね、ぜひぜひ歌って画面に、ね、向かって絶叫していただきたい。レイニーデイズ、サニーデイズでございますよ。最初ね、英語があれだという方はラララでも構いませんので、ぜひ一緒に、歌っていただきたい。準備はよろしいでしょうか皆さんね。いいですか？いきますよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。 Rainy days, sunny days, and the long stormy nights. Beyond the sea, crossing the sky, I'm dreaming of the rainbow. Have a touch, take a hand, with all lives on the earth, with the love of a land. You guys, let's sing aloud. Rainy days, sunny days, and lonely, lonely nights. Beyond the sea, crossing the sky, I'm dreaming of the rainbow. Have a touch and take a hand with all that's on the earth, with the love of a land. そうになりながらなんとか。ありがとうございます。すごいね、よかったです。無事に終わって、素晴らしい歌声を。いや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 、ね、あのこれがいつかのようにまたみんなでわーって歌える ね、あの時がまあ来ると信じて、はいはい、本当にありがとうございます伊藤大輔。はい、少し引っ込みますじゃ あのまた最後にね、ある時まで伊藤大輔、大きな拍手をお願いします。ありがとうございました、ということで、よかったら、これ配信1週間ありますから、何回でもこう繰り返して、あの英語を覚えたら、あの歌って、ね、一緒に歌ってみてください、では、ここでちょっとまたバンドだけで、2曲やりたいと思います、いつも、この曲で始まってることが多かったんですけれども、クラゲという、海の底にいる動物、それでなんか海つながりとか言ってあれって言われたんですけど、あのスコーピオングラスっていう、ここ最近、書いて、割と新しめの、 あの新曲というか、新しめの新曲おかしいなあのサソリ座のね、私が、あ、最近ついにその、 あの、ね、アルバムがこう発売になったみたいなんですけど、友達から、
依頼を受けて、あの私サソリ座なんですけど、サソリ座にちなんだ曲を書いてほしいと言われて、それで作った曲なんですけれども、スコーピオングラスっていうのは、あのこれね、忘れな草のことになるんですけど、なんか花言葉が私を忘れないでっていうすごい怨念のこもったあの花言葉がついてるんですけど、それとなんかサソリのね、こうなんか毒を持った、ちょっと恐ろしいあの生き物だし、サソリ座っていうのがすごい情熱的 なんか星座らしいので、そんな意味を込めて、すごく演歌みたいなプログラムなんかそういうすごい自分でもなんかあのね、サソリ座っていうヒントがないと書かなかったような曲が出来上がって、で今日はクラゲと海つながりでやりますとか言った二郎さんに、サソリって海にいないよねあれって言って、でも山内くんがうまくあの、ね、刺す動物同士ってことで、クラゲもこう刺す、あのサソリも刺すってことで、この2曲を、聴いていただきたいと思います。ではクラゲとスコーピオングラス聴いてください。
Thank you.
ありがとうございました、スコクラゲとスコーピオングラス聞いていただきました。では、もう一度、最後に、伊藤大輔さんに登場していただいて、最後の曲になってしまいますけれども、伊藤大輔改めて、はい、では楽しい時間はあっという間で早いですね、はい、これで一旦、はい、最後の曲になりますけれども、ちょっと時間がなくなってしまうといけないので、もし何か、なんかインフォメーションとかあったら何かありますか。大丈夫ですか。大丈夫ですか、はい、伊藤大輔で検索していただければ、うん、はい、何番目かに出てきますので、僕のホームページ。分かりました。同姓同名が多いんでね。はい、じゃあね、皆さん今日は後ろに CD とかもありますので、ぜひ、はい、ね、それぞれのありますから、はい、それぞれの素晴らしい、CD を手に取っていただけたら嬉しいです。では、最後にお送りする曲は、アルバムの中でも、スキャットボーカルで参加していただいているウィンドローズという曲、はい、これをちょっと久しぶりにやるんですけれども、これを最後に5人で演奏して、今日は最後でしたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。
フェレセットデルノテドドドドドダヤダドダダダダダダThank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。伊藤大輔、山内陽一郎、岡田二郎、伊藤夏樹、上野山恵里、ありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうございます。じゃあ、あのたくさん盛大な拍手を。大丈夫ですか？時間平気ですか？巻きでというか。巻きで、ああ、じゃあ、はい、ありがとうございます。巻きアンコール、じゃあ行きましょう。じゃあ4曲だけ、はい、お言葉に甘えて、はい、ではこのまま立ち去らずに、最後にもう1曲だけ、はい、フラックスフィールドという曲を、最後に、お送りしてお別れしたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。
내두눈만가리자생겨놓으셔몸에시험만소름나세요몸몸마할래예쁜몸걸래야할래래야할래이젠잠반대도록을보고세계야사라라라두두리리리리두두리리리두유루루루루뽕딘딘뽕너세레라라예예세세예예세디세디디세디디디디세예예예예예세세디디두세계가만외근부르르외기에로도노요노냐냠두레림두레레디디디디노도노냠두노디디디도도디디도디디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 디では皆さんお気をつけてお座りください本当に配信をご覧の皆様もありがとうございましたありがとうございますまたあ来年1月24日またここの中村黒楽屋で、ウネウエリバンドですよければまたぜひですありがとうございました。木の夏月岡田次郎山内陽一郎伊藤大輔上野山エリありがとうございましたありがとうございました。